俺はケンジ。あれは27歳の夏のことだった。おい、まだできてねえのか？お前の代わりなんてどんだけでもいるんだぞ。またハローワークに通いてえのか？すいません。分かったらさっさとやる。すいません、すいません。すいませんは1回でいいんだよ。すいません、すいません。俺は上司から怒鳴られ、会社ではゴミ扱いされていた。大人が引きこもりになるのは、職場に馴染めなかったり、精神的な病気になったというきっかけが多い。そして、みな優しくて繊細な人ばかりだ。おい、分かってんのか？はい。この上司に逆ギレしたり、言い返せる人は決して引きこもりにはならない。俺が働くことで、他人や会社に迷惑をかけるなら、もう働く意味なんてないよな。おかえり。仕事辞めてきた。ちょっとケンジ。それから実家の部屋で引きこもり生活が始まった。40代以上の引きこもりは推定61万3000人いると言われている。その7割が社会的にプレッシャーを受けやすい男性で、 75% が家族と同居している。大人の引きこもりは仕事には行かないが、自分の目的や趣味のためには外出するのが特徴だ。ジャンプと魔法少女ちゃん編み13巻買いに行くか。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ハンターハンター面白い。寝てまとめサイトを見て、ジャンプ読んで、ゲームして寝る毎日。27歳にもなって平日の昼からゴロゴロ過ごす姿は見れるものではなかった。いつしか家族からは家の恥さらしとして扱われるようになり、話しかけられることもなくなった。こうして大人の引きこもりが生まれる。そして13年が過ぎ、俺は40歳になり、親の年金に頼る生活が始まった。ケンジ、昨日ハローワーク行くって言ったでしょ？行きなさいよ。はいはい。自分の人生に危機感はあった。じゃないとハローワークになんて行かない。履歴書はお持ちですか？はい。希望の職種とかありますかね？できるだけ一人でやれる仕事がいいです。あの、27歳からのこの期間って何をしていたんですかね？しかし現実は厳しい。履歴書が空白だらけの40歳を雇ってくれる会社などどこにもなかった。なんとか見つかった会社もブラック企業で、すぐに辞めた。一体どうすればいいんだろう。わからないままさらに時間だけが過ぎた。変化は突然やってきた。なんだよ、ハンターハンター救済かよ。富樫マジ働けし。ん？ケンジさん起きてますかね？あの、引きこもりを支援するフリースクールをやっている渡辺と申します。は、何？すいません、ちょっと降りてきてもらえますかね？はい。話を聞くと、親は肉体的にも金銭的にも限界の状態だということだった。フリースクールで引きこもりを抜け出して仕事を探しましょう。はあ。1年後、俺は結局フリースクールには通わなかった。その代わりにまとめサイト、俺的ツイッター速報アットジンを立ち上げた。これバズってんじゃん。結構 PV 取れるな。収入は月に18万ほどできた。この世の中、誰でも精神を病み会社をクビになって家に引きこもる可能性はある。でもお金さえ稼いでいれば、引きこもっていても自立した人として扱われるのが社会だ。金さえ稼げば引きこもっていてもいいんだな。今日の授業は終わり。また来てね。